ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、自動車の中で朝まで寝たことある？いや、ないな。この前友達と長距離ドライブしたんだけど、夜遅くなりホテルも取ってなかったから、車の中で朝まで過ごしたの。そういうのも楽しかったわ。エンジンは切って寝たのか。エアコンをつけるために、エンジンはかけっぱなしだったわ。そうか。危なかったかもしれないな。どういうことかしら。では今回は車の中で一晩過ごして変死してしまったカップルの事件と、一酸化炭素の怖さについて紹介するぜ。変死、怖いわね。よろしくお願いするわ。2016年6月14日、滋賀県草津市の量販店ドン・キホーテ草津店の駐車場で、車の中で若い男女がぐったりしているのを買い物客が見つけ、110番通報したんだ。お客さんが見つけたのね。びっくりしたでしょうね。警察は通報を受けてすぐに駆けつけ、軽乗用車の車内を確認したところ、20代と見られる男性と女性の遺体が見つかったんだ。二人とも亡くなっていたのね。監視カメラの映像から、車は2日前の12日から駐車場に止まっていたことが確認されている。何かの事件に巻き込まれたのかしら？二人とも目立った外傷はなく、衣服の乱れもなかったんだ。車内には男性の財布と免許証が残されていた。外傷や衣服の乱れもなく、財布も残されてるなら、誰かに殺された感じもあまりしないわね。そうだな。警察も状況からして事件の可能性は低いと結論つけている。免許証が見つかったなら、身元はわかったの。ああ、免許証から男性はその車の持ち主で県内に住む19歳の男性だと判明した。女性の方も男性の交友関係から、同じく県内に住む19歳の女性で男性と交際中だったことがわかったんだ。二人とも10代。とても若い二人だったのね。そんな若い二人が、同じ場所で亡くなってしまうなんて。発見された時は、どんな状態だったのかしら。見つかった時の状況は、男性は左側後部座席から、運転席に倒れ込むような姿勢だった。男性は首から胸にかけて、血のようなものが付着していた。女性は助手席の下に、ずり落ちるような状態だったんだ。少し変わった姿勢だと思ってしまうわね。助手席の下にずり落ちていたなんて。警察も死亡解剖が必要だと判断し、解剖を行った。1週間かけた検視の結果、死亡推定日は12日、死因は一酸化炭素中毒による窒息死だと判明したんだ。一酸化炭素中毒？もしかして、二人で自殺を図ってしまったのかしら。そう思ってしまうのも無理もないと思うが、車内には自害する要因となる練炭などはなかったんだ。何かの薬で眠っている間に、とかかしら。警察もそれも考えた。だが、薬物なども見つからず、遺書もなかったんだ。何も見つからなかったのね。車の排気ガスが出るマフラーを塞ぐものがあったの。車が止まっていたのは広い駐車場で、そんなものはなかったんだ。車を止めていただけで、どうして一酸化炭素中毒になってしまったのかしら。そうだな、警察もそこが不思議で調査を進めていった。車の後部のバンパーに少し凹みがあり、マフラーに傷が見つかったんだ。ぶつけてしまったのかしら。その車は半年前の12月、駐車場で他の車と接触する事故を起こしていた。その時にマフラーに傷がついたんだ。でも若くてお金がなかったからなのか、車は修理に出されなかった。その傷が何か原因だったのね。そうだ。警察はこの車両を、発見された当時と同じ状況にして、エンジンをかけるテストを行った。走行させている時は問題なかったが、停車させてアイドリング状態にすると、排気ガスの一酸化炭素が車内に溜まることが分かったんだ。停車させた時だけ、一酸化炭素が車内に溜まったの。そうなんだ。車を走行させている時は、風で排気ガスが後ろに流れてしまうんだな。停車中だと、傷がついたマフラーから漏れた一酸化炭素が車の中に溜まってしまったんだ。それまではマフラーに傷がついていても走行していたから気づくことがなかったのね。そうだな。今回の事故は、二人が停車してアイドリングしたまま仮眠してしまったから、一酸化炭素が車内に充満して起こった事故だったんだ。友達やカップルで、車を止めて楽しく車内で長時間話したり、仮眠したりすることはよくあることだと思うけど、それで命を落としてしまうなんて、本当にそうだな。誰にでも起こりうる事故だとも言えるな。似たようなことって他にも起こっているのかしら。
車の排気ガスによる一酸化炭素中毒事故は、割とよく起こっているんだ。例えば今回の事故の約4ヶ月前の2016年2月、メガドンキホーテ西帯広店に駐車していた車の中で男性が意識を失っている状態で発見された。たまたま、この事故も量販店ドンキホーテの駐車場なのね。今回は、数十センチの雪が積もっていた駐車場だったんだ。発見されたのは19歳の市内に住む男性で、救急搬送されたけど病院で死亡が確認されたんだ。また19歳の若者なのね。心が痛むわ。雪でマフラーの排気口が塞がれて、排気ガスが逆流したことによる一酸化炭素中毒だった。この亡くなった男性は、契約社員だったんだ。正午昼休憩のために車に向かって、車内で休憩を取っていた。昼休みが終わっても戻らないから、同僚が探しに行ったらすでに亡くなっていたんだ。昼休みを取るくらいの、短い時間に亡くなってしまうなんて。雪などで排気口を塞ぎ、排気ガスが逆流して起こる一酸化炭素中毒は20分余りで生命に危険が及ぶこともあるんだぜ。たったの20分で、一酸化炭素中毒って怖すぎる。そうだな。これから身近だけど怖い、サイレントキラー。一酸化炭素について詳しく解説するぜ。ひぃ。サイレントキラー。名前が怖すぎる。まず、一酸化炭素と二酸化炭素の違いを少し細かく説明してもいいか。よろしくお願いするわ。二酸化炭素ってよく聞くわよね。物を燃やしたらできるんだったわね。その通りだ。物を燃やしたら酸素と炭素がくっついて二酸化炭素を作るんだ。二酸化炭素は名前からも、二つの酸素と炭素という意味だ。化学式でも炭素 C と酸素 O が2個くっつくから CO2 になる。ああそうか、なるほど、CO2 ってよく聞くわね。酸素2個と炭素1個という意味なのね。ところが、酸素が足りない状態で火を燃やすと二酸化炭素を作ることができない、不完全燃焼ということが起きるんだ。そして、酸素が一つしかないものができる。それが CO、一酸化炭素だ。本当は酸素が2個必要なのに、足りないから1個しか炭素とくっつくことができないのね。それで CO になって、化学式の最後の2が取れるのね。その通り。一酸化炭素は二酸化炭素の最後の2がないだけ、化学式も似ているんだ。見た感じ似てるから、あまり怖くないように感じるわね。そう感じてしまうよな。ところが一酸化炭素は猛毒なんだ。どうしてそんなに猛毒なの？人間って息をして生きているよな。息を止めたら、短時間でも苦しくなるわ。呼吸は、酸素を吸って二酸化炭素を吐くってことだよな。これは酸素を血液の中に入れて体中に運んで人間は生きていってるんだ。ふむふむ。二酸化炭素は体にとっていらないもの、として呼吸で吐くから問題ない。ところが一酸化炭素は酸素のふりをして自分が運ばれる側に行くんだ。酸素側として運ばれようとするのね。そこが問題なんだ。しかも酸素を運んでいるのが血液の中のヘモグロビン。っていう物質なんだけど、酸素より一酸化炭素の方がヘモグロビンとくっつきやすいんだ。霊夢、一酸化炭素のヘモグロビンとの結合力は、酸素の何倍くらいあると思うか。酸素よりくっつきやすいのね。5倍くらいかしら。それが、なんと200倍から250倍も結合力があるんだぜ。え、200倍から250倍、思った以上だわ。そうなんだ。だから一酸化炭素が入ってくると、ヘモグロビンとがっつり結合してしまい、酸素が運ばれなくなってしまうんだ。体には酸素が必要なのに。そうだ、血液中の一酸化炭素濃度が高くなると、体中が酸欠になってしまうんだ。一酸化炭素は本当に怖いのね。そんな怖い猛毒ガスなら変な匂いとか色とかあるのでしょう。それが、一酸化炭素は無色、無臭、無刺激なんだ。だからいつの間にか充満していても気づきにくいんだ。知らない間に吸ってることがあるなんて、怖すぎる。だから、サイレントキラー、と呼ばれているんだぜ。なるほど。まさしく、サイレントキラー、だわ。一酸化炭素中毒になるとどんな症状になるの？空気中の一酸化炭素の濃度がそこまで高くない時は軽度の症状が現れる。まず頭痛、吐き気、集中力の低下などだ。これは風邪の症状に似ているから一酸化炭素中毒だと気づきにくいんだ。確かに頭痛や吐き気だったら風邪だと思いそうだわ。中度から重度の一酸化炭素中毒の場合は、判断力の低下、胸痛、意識を失う、錯乱、痙攣、昏睡などが起こるんだ。最初は風邪だと思って休んでいたら、苦しくなってしまっても、
気づいた時には動けないという状態になってしまうんだ。最初に紹介してくれた、草津の鈍器で一酸化炭素中毒になったカップルの場合、動こうとしたけど動けなくなってしまったから、女性は助手席の下にずり落ちてしまったのかもしれないわね。一酸化炭素の空気中濃度が 0.32% では30分で窒息、0.64% では15分で窒息してしまうんだ。たったの15分で、無色、無臭、無刺激、しかも最初は風邪症状で気づきにくい。それなのに動けなくなって、最後は窒息に至るなんて、サイレントキラー、そのものすぎて恐ろしい。それと、もし重度の中毒になってしまった場合、命が助かっても後遺症があることもあるんだ。後遺症もあるの？一度改善しても数週間後に、意欲の低下や記憶障害、精神障害などが現れることがあるんだ。気づきにくくて、死に至ることもある、治っても後遺症があるなんて、そんな怖い一酸化炭素中毒になりたくないわ。防ぐための方法はあるのかしら？一酸化炭素中毒を防ぐためには、自動車の場合はまずマフラーに傷などないか、車の整備をすることだな。マフラーの音が大きくないか、排気ガスの変な匂いがしないか普段から気をつけて、定期点検などをすることが大事だぜ。定期点検大切ね。また、車内に長時間いるときや、車内泊をするときはエンジンを切ることが大切だな。つけっぱなしだと排気ガスがずっと出ている状態だからな。長時間のアイドリングはストップね。それと雪が積もっているときなどは特に注意だ。マフラーの周辺を定期的に除雪することが大切だな。JAF によるテストでは、マフラー周りを除雪していた場合は、車内の一酸化炭素濃度はほとんど上がらなかったという結果が出てるぜ。除雪せずに運転席の窓を5センチほど開けた場合は、風が止むと2時間で失神する、レベルまで上がったんだ。雪に車が埋もれた時は、換気だけではなくマフラー周りの除雪は重要だな。雪が積もりそうな時に長距離ドライブする時は、高速道路などで立ち往生することも考えないといけないわね。冬場は万が一に備えてスコップや防寒着、毛布などを用意しておくといいわね。ああ、その備えが命を守ることになるかもしれないな。あとは自動車以外も含めて言うと、火や暖房を使うときは必ず換気をすることだな。一酸化炭素が室内に滞留しないように、こまめに換気することが重要だぜ。一酸化炭素を検出してアラームを鳴らす家庭用検知器も売っているからそういうのを用意しておくといいかもな。もし誰かが、一酸化炭素中毒の症状になったらどうすればいいの？軽症だったらすぐに新鮮な空気を吸わせるんだ。そして早めに病院に連れて行って、治療をすることが大切だぜ。重症だったらすぐに救急車だ。一酸化炭素中毒の怖さと、中毒を防ぐことが必要だとわかったわ。それじゃあ、今回はこのあたりで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。